イン、はるかこちんをおはようございます。はい、はい、本日はですね、久しぶりにドリンクスタンドからライブ配信をしたいと思います。はくやめくさい、はくやめくさい。はい、それではですね、本日はですね、久しぶりということで新メニューをね、ちょっと考えていきたいなと思います。それでは本日のフルーツはですね、はい、もう見えているかと思うんですけども、はい、こちら見えるでしょうか、見えますでしょうか、これなんだ、はるか、はい、こちらですね、夏といえばマンゴーかなと思いまして、マンゴー持ってきました。はい、それではね、マンゴーの、ドリンクを作っていこうかなと思います。それではですね、本日改めましてマンゴーのドリンクを作っていこうと思います。先日までは、いちごの初恋と王様の涙といういちごのラッシーのドリンク と、バナナの、ね、ラッシーのドリンクをご提供させていただいたんですけど、新メニューでね、マンゴーも仲間入りさせていこうかなと思っております。またね、ネーミング何にしようかなと考えておりますので、皆さんぜひぜひ、一緒に考えていただければなと思います。はい、それでは、はい、はるこ作っていくよ、はい、ここに贅沢にマンゴーを入れていきます、はい、いっぱい入ったね、はるこ、はい、いっぱい入りました。はい、こちらにラッシーを、ね、入れていきます。感じになっております、
しいね。
下の粉糖を食べるのが好きで、ちょっとまずママがいただきたいと思います。いただきます。うん、あ、マンゴーの甘みと、ラッシーって皆さんドリンク何ですかってよく聞かれるんですけど、ラッシーはあのインドの方のね、暑い国のドリンクでして、あのレモンが、レモン果汁が入ってますので、レモン果汁のその酸味と甘みがこう掛け合ってすごく美味しいですね。ジジージジー、うん、飲むはるか、うん、はい、どうぞ。それでしてね、うん、うん、美味しいね、うん。で、ラッシーにはヨーグルトも入ってる、ヨーグルトのドリンクと思ってもらったらいいかなと思うんですけど、ヨーグルトね、整腸作用があったりとか、どうすんのそれ、あと美肌効果もありますので、ぜひぜひあの夏におすすめのドリンクとなっております。やっぱりね、暑い国で飲まれてるだけあって、すごくあのスッと涼しくなりますね。うん、うん、美味しい、うん、はい、じゃあはるくんこのお砂糖をあげます。はい、こんな感じで本日はね、こちらマンゴーのドリンクを作っていきました。はい、こちらも新商品で一緒にあの並んでもらおうかなと思っております。ぜひぜひあの皆さんね、自粛中でもうそろそろ会社以外にどっか出かけたいな、学校以外にどっか遊びに行きたいなと思っている頃ではないかなと思います。当店はですね、前まではあの限定オープンで誰でも来ていただいて大丈夫ですよっていう風に営業させていただいてたんですけど、今回あの3密を避けるためにですね、オープン時間を告知しておりますので、その間の、予約制とさせていただいております。こちらの予約なんですけど、ダイレクトメッセージ、インスタグラムのね、ダイレクトメッセージでいただければなと思います。またあのインスタグラムのストーリーにあのご予約っていう風に枠を作ってますので、そちらをタップしていただいて、そちらからメッセージを送っていただいても大丈夫です。ね、はるくん、美味しいの、これ飲みたいの、舐めてるね。はい、そんな感じで山本ファミリー、暑い夏を乗り切っていければなと思っておりますので、ぜひあの花園古民家で涼しんでいただければなと思います。ご予約はね、先着順になってますので、オープン時間ストーリー必ずチェックしていただいて、オープン時間内に来ていただいても大丈夫ですし、個別にダイレクトメッセージを送っていただいて、この日の何時に行きたいんですけどっていう風にご連絡いただければ、ご対応可能な時間でありましたら、対応させていただきますので、ぜひぜひダイレクトメッセージお待ちしております。久しぶりに見てられた方だったり、今日初めて見ライブ配信見ましたっていう方もいらっしゃると思うんですけど、当古民家なんですけど、いろんなサービスを提供させていただいておりまして、まずはあのロケーションフォト春というサービスですね。ロケーションでの、撮影をさせていただいておりまして、こちらが私の主人、オーナー、このオーナーですね、オーナーがさせていただいておりまして、私も一緒にお手伝いアシスタントで行くことがありますので、こちらを、うん、はるさん、うん、はるさん、はちさんが中に入ってるわ。アシスタントで行くことがあるので、こちらを開けることになるんですね。うん、誰もいない
状態ではちょっとこちらドリフター営業できないので、そちらでそちらのためだったり、あとはねフットケアだったりマッサージもこちら裏のブースでさせていただいてるんですけど、あのそちらは完全に予約制になっております。ですのでこちらをご利用されている方がいらっしゃる場合は、もうこちらドリフターはその方限定の施設で使用させていただいてますので、ぜひぜひあのこちらの気になる方がいらっしゃいましたらお問い合わせいただければなと思います。そんな感じの山本ファミリーが行っている花園文化ですね。マンゴーどうですか小一郎さん。うん、マンゴー。うわ、これガチマンゴー。しっかりマンゴーですね。マンゴー、くせ。うわ、くせ。臭くないよ。パイナップルかレモンをちょっと出そう。レモンもうちょっと入れた方がいいかな。うん、パイナップルか、そっち系の。ちょっと酸味がもうちょっと。そう、もうちょっと酸味。あ、しかもグリルしてるから、すんごいね。うん、甘いよね。すんごい甘い。甘さの暴力や。レモン足してみる？頭部の暴力です、これ、うまい。夏にぴったりって感じじゃない？うわ、すんごい、頭部の暴力。汗もさ、かく、はーい、はーい。ふみちゃんがパパを呼んでおります。はい、そんな感じですね。ちょっと飲み差しなんですけど、本日こちら、頭部の暴力マンゴーのラッシーを作っていきました。はい、皆様はどうでしょうか。ぜひぜひまたブーご来店していただければなと思います。はい、それでは今日はこんな感じのライブ配信でしたが、いかがでしたでしょうか。またダイレクトメッセージなどお待ちしておりますので、ぜひぜひ皆さん来ていただければなと思います。それじゃあ、はるくんバイバイするよ。バイバイ。早いねー。バイバイ。はい、行けやすと。バイバーイ。バイバーイ。